アロイス殿。ガルグ、ああここ喋んないんだ。ガルグマク大修道院に士官学校が併設されていることを知っておるか。いや知っておるよ。実はだな、貴殿が助けた3人はその士官学校で各学級の級長を務める者たちでな。ああそうね、ディミトリと姉さんとクロードね。この野営地には他の生徒たちや教師、護衛の騎士団の者などがいるのだ。いやそうね、なんか他の生徒もいるっぽいな。士官学校の年始に行われる野外活動の真っ最中だったのだが、これ野活だ、懐かしい響き。そこに盗賊団の襲撃があり、先ほどのような騒ぎになってしまったのだ。ホスタスね、いろいろと話をしたいところだが、宮長たち3人も貴殿と話したがっていてな。いや話した話した。どうだろうか、私が貴殿を独り占めするわけにもいかん。せっかくの機会だ、3人と話してみるといい。他の生徒とも話していいんだよねこれ、球長だけじゃなくて。さて3人の球長に話しかけよう。話しかけるか、え、ってかちょっと待って。おい士官カメラ、あーいいですねこれ。前作にもあったけど本作でも引き続き使えるわけね。ちょっと待って、アロイス殿お店あれその顔アロイス殿のヒゲおしゃれだなぁ、よく見るとねえ。あー、なんですかその動きは。あ、俺今まであんまりアロイス殿に注目したことなかったけど、こうしてみると整った顔立ちをしておられるアロイス殿優しそうなお顔しておられるわ。オッケー、じゃあ他の生徒行ってみるか。クロード、あ、レオ兄ちゃんいるね。レオ兄ちゃんから行こうかな。金字架から行くか。なあ、あんただろ。あ、レオ兄ちゃんたちもここでは喋んないのね。クロードたちを助けた凄腕の傭兵ってのは。実は私も傭兵志望でさ、士官学校に入ったのも傭兵になりたいからなんだ。あれだよね、あのジェラルトーさんの元弟子だよね確か。応援する他の道を、なんでだよいやここは素直に応援しておこう。ランコ頑張れ。あら、いつか私の後輩になるのかしら。お、会話をするね、楽しみね。陰ながら応援しておくわ。ランコ結構コミュ力高えな。ありがとな。ありがとう、私頑張るよ。いや前作のランタン先生マジで陰キャだったわ。目標としてる人に少しでも近づけるように日々これ精進やるぞ。この目標としてる人ってのがジェラルトーさんだろうな。支援地、あ、支援あるんだね今作も。ほう、ということは支援会話も期待していいということか。ローレンツ・ヘルマン・グロスタール、ほう、君が九段の傭兵だな。クロードを助けるとは余計なことを。あ、ちょっと敵対してんだっけこの二人。とはいえレスターを代表する貴族として礼は言っておかねばなるまいな。おい、ローレンツ・ヘルマン・グロスタール、聞き返す聞き流す、え、いや聞き流さない方がいいんじゃないちゃんと聞き返してやった方がいいんじゃないかこれは。意外とこういうので傷つきそう。聞き返す、え、レスターを代表する貴族といったら名士のリーガン家じゃないの。あ、そういう聞き返し方あ、これは微妙なやつじゃない表面上はそうかもしれないが実情は違う。次代のレスターを担うのはこの僕。あー全然へこんでないわさすがローレンツ、ローレンツ・ヘルマン・グロスタールだからね。はぁはっはっはっは。いいね、ローレンツ。ブレないね。せっかくだし、主観カメラで見ていくか。ローレンツを。いや、この、バラのディティールが何気に細かい。これ、ローレンツ専用だよね。おぉ、顔投げ、顎投げ。顔長すぎて画面に収まりきってないんだけどこの 1920×1080 の枠に。メリエンヌ、こんにちは。メリエンヌ、どうも。あら、あなたが噂の傭兵ですか。ランクオでしたっけ。リスティアちゃん、こうの部分言いにくくてごめんね貴族の子弟に恩を売って何か悪いことを企んでるわけじゃないでしょうね。おー、警戒心が強い。まあな、確かにランコ流れ者の傭兵だしちょっと警戒されててもおかしくない。
どうしよう。まあでもここは一応否定しておくか。いやそんなことないんだよ、ランクは。少なくとも俺はみんなに会いに来ただけだ。ああ好感度上がった。ちょろいな、リステアちゃん。成り行きで助けただけよ。彼らが貴族だっていうのも後で知ったの。あ、そうね。マリアンヌ、メリエンヌ、この人のことをどう思います？信頼できそうですか？あ、メリエンヌはどう思うの？ランコのことを。そうね、この時のメリエンヌはそうだよ、ね、忙しいので。まあどちらでも構いませんけど。それじゃあ私たち忙しいので。おい、つっけんどんだね、リステアちゃん。でも否定したら好感度上がったからな。割と人懐っこい子なんだろうな、リステアちゃんは。おい、イグナーツ、ラファエル。お前見かけねえ顔だな。別の学級の生徒か？いや、流れの傭兵です。ランコです。あ、もしかして例の傭兵さんじゃありませんか？名前は確かイグナーツ。マジ、この時のイグナーツの髪型何なんだよ。まあ名乗るか。ランコよ、よろしくね。あなたたちは誰の学級の生徒なの？いや、ここにいるのはクロードの。いいぞ。クロードくんがいるヒルシュクラッセだぞ。おでたちはただの平民だけどな。おでだ、ラファエル一人称おでだっけ。レクターの土地柄なのか、他の学級よりも平民の生徒が少し多いんです。あ、確かにな。お願いします。傭兵ってことは君も平民ですよね。何かあったら気軽に声をかけてください。この二人と、あとレオニーか。レオニーも平民だよな、確か。おー、確かに平民多いな。ヒルタちゃん、こんにちは。あ、あなたがもしかして宮長たちの窮地を救った傭兵さん？そうだよ。ヒルタちゃん相変わらずガーリーだな、みたいな。すっごく強いって聞いてたから山のような大男かと思ってたわ。んー、でも確かにランコの強さの説明まだないんだよな。笑う、受け流す。あーまあコミュ力高めでいくか。笑っとけとりあえず。あ、好感度上がった。ふふふ、見ての通りよ。期待を裏切って悪かったわね。おー、いい感じ。いや、ランコ普通になんかめっちゃ気さくでいいやつなんだけど。ほんと意外と普通よね。正直がっかりだな。え、がっかり？そこまで言われる？なんてね、冗談よ冗談。え、マジで？あなた話しやすそうだったからついつい。え、本当に冗談？ありがとう。あ、いえいえ、出た。クロード君を助けてくれて本当にありがとう。イエイイエイ。いえいえ、こちらこそ。オッケー、じゃあ最後クロード言っとくか。クロード、ありがとな。よう、さっきはありがとな。お前に出会わなきゃどうなってたことやら。いや、まああの3人ならなんとかなってそうだったけど。で、報酬の件なんだが、アロイスさんから各自勝手に払うのは控えるよう言われてな。あ、報酬ね、確かに傭兵だからもらわないと。教団としてまとめて対応したいらしいんだ。そんなわけだから悪いな。ああ、なるほど。おのおのから直接もらえないってことか。信用できるのか。ああ、これはクロードは信用できない的な回答した方が。はい、好感度上がるぜ。アロイスさんっていうのは信用できる人なの？いや、疑り深いがな、クロードは。簡単には他人を信用できないってわけか。傭兵ってのはそうあるべきなんだろうな。いや、クロードも絶対そういうスタンスだろう。知らないけど。何にせよ、お前が俺たちの恩人ってことには変わりない。みんなお前に感謝してるよ。いや、ありがとう。まあ確かに圧倒的強さだったしな、ランコ。八重地にいる他の連中とは話をしたか？どうだ。ああ、俺の所属する、あ、マジで教えてくれんの？あ、これ前作にもあったやつか。ああ、これ例のやつじゃんねえ。おっと、俺か。お、出た。俺としちゃお前の方が気になるぞ。一言コメントをいただけるやつじゃん、球長から。お前に目的がなければガルグマクに来ないかと喜びさんで誘うんだがな。ああ、クロードとしてはガルグマクに来てほしいわけね、ランコ。いや、これガルグマク行く流れになるんじゃないか。あー、でスキルも見れる。でもスキル正直よくわかんないな。あ、じゃあ次ローレンツ、ヘルマン・グロスタールについて。あいつに会ったか？最初は小うるさい真面目そうなやつだと思ってたんだがな。うん、いや真面目じゃない、ローレンツ。片っ端から女の子に声をかけて回って。
あー、どうやら認識を改めなきゃならないようだ。いやでもこれはさ、その貴族の跡取りとしてのお嫁さん探ししてるんじゃなかったっけ、ローレンツって。なんかそんな感じだった気がするんだけどな。なんかただの女好きとは違ったような覚えがあるんだけど。でヒルダちゃん、ヒルダは公爵の一人娘でね、うん、花よ鳥よと甘やかされて育ったみたいだな。ヒルダちゃんさ、なんかお兄ちゃんいたよな確か。この活動でもその怠惰っぷりを遺憾なく発揮して他の連中を働かせてたよ。あー、そりゃ怠け者キャラだったヒルダちゃんって。ヒルダちゃんなんかめっちゃ強いお兄ちゃんがいるとかで、でも結局前作だと出てこなかったんだよな。ねえ、そういうキャラ結構いるよな。なんかカスパルの親父もめっちゃ強いんじゃなかったっけ。気のいいやつだよな。ラファエル、すぐに人の筋肉についていろいろ言ってくるのは困るが。ああ、筋肉キャラね。そうな、ラファエルは。けど商人だった両親を事故で亡くして、ああ、いろいろ大変なんだそうだ。あー、確かになんかそれ言ってた気がするわ。はあ、てかスキル全身筋肉と拾い食いってちょっとバカにされてないぞ。あいつを子供扱いしない方がいいぞ、リステアちゃん。さっきついやったら激怒されちまった。リステアちゃん、そうだよな、子供扱いすると怒るんだよな。だが今年の生徒の中じゃ最年少なんじゃないのか。いや、そうそう、困った貴族のお嬢様だよ。めちゃくちゃ若いんだよな。スキル望まぬ力か。いや、そう、リシテアちゃんはな、なんか事情ありそうで結局分かんなかったんだよ。イグナーツは外が好きみたいだな。野外での活動を一番楽しんだのはきっとあいつだ。イグナーツって確か絵が好きなんじゃない。商家の次男で騎士になるとか言ってたが、親の意向かね。うん、向いてるようには。あ、やっぱクロードから見ても騎士には向いてないって感じなんだ、イグナーツは。本人も確か画家志望だったしな。メルエンヌ、実はエドマンド辺境博の娘ってくらいしか知らないんだ。エドマンド辺境博、そんなのかな。ここでも全然他の生徒と交流しないし、まあ、どういうやつなのか気になっちまうよな。いや、俺は前作でスカウトしたから割と知ってるけど、メリエンヌの事情。いや、メリエンヌもな、いろいろ抱えてんだよな実は。その辺の話もやんのかな。レオニーは傭兵になりたいって言ってたな。レオニーね、きっとお前の話にも興味津々だろ。あ、確かにそうか、傭兵だ。俺サバサバしてるとこも合いそうだし。ああ、お前も節約が趣味だったりしないよな。あ、レオニーはそうなんだっけ。ああ、ランコとレオニーは結構似てる感じなのか。確かにな、カラッとしてる感じは似てるかもな、二人。おい、ハンネマンだ、ハンネマン。ハンネマンも来てんだ。我が輩はハンネマン、士官学校の教師だ。君の話は聞かせてもらった、感謝するよ。いや、ハンネマン先生も来てんだ、やかつ。それでは一つ確かめさせてほしい、担当職人に聞くが。出た、紋章は持っているかね。紋章大好きおじさん。前作の俺は拷問のエンブレムを捧げました。紋章とは何か聞く、持ってないけど。あー、てかそもそもランク持ってんの。そもそも紋章って何かしら。あ、貴族の話にはちょくちょく出てくるわよね。あ、やっぱ持ってないのか、ランク。つまりだな。いいかね、紋章とは血に宿る力だ。その力は先祖から脈々と受け継がれ。ほうほう、そうね。紋章を持つ者は魔導に優れたり強力な武具である英雄の遺産を操れたりする。確かほとんどの人は持ってたよな、今作。君の話を聞き、もしやと思ったのだが、反応を見るに調べたことはなさそうだ。あ、あるかどうか分かんないって感じか。大修道院にある我が輩の部屋に来てくれればゆっくりと調べられるのだが。む。前作だと調べられたけどな、ハンネマン先生。そしてマヌエラ先生もいるね、こんにちは。はあ、いきなりの大騒ぎで怪我した人の治療だなんだ、くたびれちゃったわ。ああ、そうか、そういえばマヌエラ先生って回復担当だったな。あら、どなたかしら。いえ、待って、私が当ててみせるわ。お、当てる。分かった。あなたはズバリ私を賊の手から守るために現れた流浪の騎士様ね。いや、まあ間違ってはないけど、騎士ではない。違うという相手の言葉に乗ってみる。まあ乗ってみるか。気づかれちゃったら仕方ないわね。私はランコ、何を隠そう
あ乗ってるわ。しんどい空気になってる。ありがとう、優しい人なのね。私の冗談に乗ってくれて。あでも好感度は上がったな。どうも。私はマヌエラ、士官学校の教師であり医師であり歌劇団の歌姫であり。いやマヌエラ先生めちゃくちゃ優秀なんだよな。今は働きすぎて疲れている、ただの寂しい女よ。マヌエラ先生も確か結婚相手探してんだっけ。ねえそんなあった気がするわ。ペトラちゃん、クロワシ行こうか。じゃ あなた、私ペトラ言います。あなた傭兵興味深いです。片言なんだよね、外国出身だから。名乗る、名乗らない。いや名乗ろう。お、好感度めっちゃ上がった。よろしくね。私はランコ、傭兵って言っても一人きりの流れ者よ。いやそうなの。難解です。流れ者、それ何意味します？どこ流れる、流れられますか。なんか今聞くと滝沢カレーみたいに聞こえるな。あどこ、いやどこっていうと世の中、当てもなく旅してるっていうか。いや金とかどうしたんだろうな。ランコ半年経ったみたいだけど、やっぱ傭兵業で稼いでたのかな。フェルディナント、君か。ほう、君が族の頭目を撃ったという傭兵か。なるほど、腕が立ちそうだ。フェルディナント・フォン・エーギルな。あ、私はフェルディナント・フォン・エーギル、帝国の重鎮、誇り高きエーギル家の嫡子さ。いやこれであとコンスタンズ・フォン・ヌーベルが来れば完璧なんだけどな。エーギル家を知らない、たまたま知っている。いやーこれは知っとけよ。多分聞いたことあるわね。確か帝国の貴族の中でもお偉いさんで、うん、いやめっちゃいいとこじゃなかった。多分、確か、待ちたまえ、帝国のエーギル家だぞ。そうだ、誇り持ってんだよな、自分の家に。これはもっと努力せねばなるまい。平民を導く者として加盟を世に知らしめるのだ。フェルディナントとローレンツは自分の家のためにめちゃくちゃ頑張ってんだよな。君か。ああ、これ別に会話は変わらないのか。なるほど。オッケー。おー、リンハルト・カスパル出た。この二人幼なじみだっけ。おい、リンハルト起きろ。確かそうだよな。眠いのはわかるけど、夜が明けてすぐに立つって話があったろ。めっちゃ起きてるけどな、リンハルト。めちゃくちゃ地面を凝視してたぞ。盗賊の襲撃で眠れてないんだ。無理なものは無理。ん？誰かな？おー、リンハルト。ランコだぞ。名乗る、名乗らない。いやー、名乗っておこう。私はランコよ。よろしくね。その盗賊騒ぎに巻き込まれて。てか、ランコって紋章持ってんのかな？あなたたちの野営地に来る羽目になっただけの、ただの傭兵よ。紋章持ちならリンハルトが興味持ちそうだけどね。ってことはお前が盗賊団の頭をやっつけた傭兵か。すげえじゃねえか。いやそうよ。マジでめちゃくちゃすごい動きしてたよランコ。俺も追いかけてって賊をぶちのめしてやればよかったぜ。うん、カスパルは正義の男なんだよな。ドロテアちゃん、こんにちは。あら、あなたがエーギルちゃんの言っていた傭兵かしら。私はドロテアっていうの。エーギルちゃん。そんな呼び方してたっけ。士官学校の話は聞いたのよね。ここには今年の生徒の大半がいるのよ。そうね、野外活動してたんだよね、ここで。アドラークラッセはベルちゃんって子だけが不参加で。あ、確かにベルナデッタいないわ。不参加なんだ。森なんて絶対何かに襲われるから嫌と言ってたんだけど、本当にそうなるなんて。あそっか、ベルは引きこもりだからな。あ、私ばっかり話しちゃってごめんなさい。なんだかあなたって話しやすくて。いやーいいけど、いやなんかランコめちゃくちゃ好かれてんな、おい。いいな、いきなり。もう、ヒューベルトですね。貴殿が。貴殿が偶然出会ったという傭兵ですか。いや、マジでこんな喋り方。礼を言います。あの、いささか気になることがありますが、我が主を助けてくれたのは事実。感謝しますよ。もうちょっと大きい声で喋ってもらう。恐縮する。とりあえず恐縮しとこう。どういたしまして、気になることって何？おう、なんだよ、ヒューベルト。ええ、こちらの話です。気にする必要はありません。
はい。いや、ヒューベルトなー、ヒューベルトめっちゃ気になるんだよなー、俺ー。ちょっと顔見せてみ。あ、眉毛ある。あ、ヒューベルトって眉毛あったの？俺ずっと眉毛ないと思ってたわ、ヒューベルト。あ、あるんだ。新発見。この距離で見て初めて気づいた、ヒューベルトが眉毛あることに。おい、イケメン角度。自信のある角度。ああ、美しいですね。姉さん、姉さん。感謝するわ。来たわね、ランコ。先ほどはありがとう。いや、てか姉さんちっちゃくね？あれ？どうしてもあなたに言っておきたいことがあって、あなたの今後の身の振り方の話よ。こんな背低かったっけ、姉さん。もし目的を達した後、行く当てがないなら、ぜひ帝国で雇わせてほしい。あ、もうスカウトされてる。じきじきに。いかがかしら。今日の礼も含めて、交代具を約束するわ。どうかしら。いやー、マジでなー。そうなんだよなー。どうしよう。いやー、マジで、ちょっと一応理由を聞いてもいいですか、姉さん。あ、交換なかった。皇女がじきじきに傭兵なんかを。どうして。いや、そりゃめちゃくちゃ強えからじゃね、ランコが。あなたに助けられて、そうすべきと思ったからかしら。それに、あなたの力も評価しているの。いや、絶対そうじゃない、ランコパワーに目つけたんじゃない。話は変わるけれど。ところで、八重地にいる他の人。ああ、話しましたよ、もう。あ、でもこの、姉さんからの一言もぜひ聞きたいですね。あ、教えてください。あ、じゃあ姉さん自身についてまずは。全く物おじしないのね、あなたは。え？あ、これでも私は帝国の皇位継承者なのよ。いや、ですよね。次期女王ですよね、姉さん。まあ、自分の思い通りに人生が進まないという意味では、あなたの方が自由なのかも。自分の思い通りに人生が進まない。はあ、いや、俺その姉さんのさ、裏の事情知らないんだよな。青ルートだと全然分かんなかったんだよ。彼は私の従者よ。んーですの。貴族でありながら領地を持たないベストラ家のことは知っている？え、知らない。いや、俺ヒューベルトのことも全然知らない。信頼に足る人だし、私への忠義も厚いから。うん。きっとあなたには感謝しているでしょうね。え、そうなのかな。感謝してんの、ランコに。いや、全然わかんなかった、声ちっちゃいし。あー、でもまあ気になるよな、ドロテアちゃん。彼女はドロテア・アール・ノルト、帝国の誇る歌劇団の若き歌姫。うんうん。だったはずだけれど。だよね、ドロテアちゃん元歌姫なんだよね。何の理由があってか急に士官学校へ。でも不思議な魅力を備えた人よね。あれじゃなかったっけ、その伴侶を見つけに来たんじゃなかったっけ、ドロテアちゃんって。ねえ、確かそんな話してたよな。一回だけその支援会話を見た気がするわ。フェルディナントとは話した。話した。説明するより実物を見た方が分かりやすい人だから。なんだそれ、実物を見た方が。名家を継ぐという自負が彼を優秀たらしめると同時に、おーい、面倒くさくもしているのよね。いや、面倒くさいとか言っちゃってるじゃん。いや、確かにエーデルガルト姉さんに割と突っかかるんだっけ、フェルディナントって。その家に自信があるからね、自分の。いや、で、ベル一人寮の部屋に引きこもって参加していない子がいるの。うん。ベルナデッタというのだけれど。いや、マジで来てないの、すげえな、ベルがここに。あなたも、もし会うことがあれば驚かないで。え？大声と共に走り出す。なんてことが日常なの。いや、そうね。話しかけられるとビビるんだよね。いや、すげえな、徹底してるな、ベルナデッタが野外活動に来てないの。これちょっと感動したわ。で、カスパルね。カスパルは大貴族の次男坊よ。うん。継承権がないから、ああ、一つで頑張ろうとしているみたい。そうかそうか、なんか戦で名を上げてみたいな言ってたな。その方向はブー一辺倒のようだから、傭兵のあなたとは気が合うんじゃないかしら。なるほど。まあ、カスパルはとにかく一直線っていう印象だけど、でも5年後の姿でさ、めちゃくちゃイケメンになるのが印象的だな。ペトラは帝国の出身ではないの。その西方の海に浮かぶブリギット諸島の王の孫娘よ。そうね、ブリギット、外国人なんだね。とても勤勉で腕も立ち、
好奇心も旺盛で。うん、よかったらあなたの話も聞かせてあげて。いや、ブリギット社員年始も働きますだからな。いや、ペトラちゃんもな、謎ではあるな、あんまよく知らない。リンハルト、あなたの知り合いにはいない。え、とても頭がいいのにそれを役立てようとは思わない人って。なんか小言みたいなの言うね。ねそう。まあ確かにそういうやつだけど、まさにそれよ。うん、強いることはできないけれど期待してしまうわね。期待はしてるのね。ああ笑ってる。いやそうな、めちゃくちゃ頭いいけど性格に問題があって怠け者なんだよな、リーハルトは。てか姉さんちっちゃくね、マジで。いやこれランコ目線でこれだもん。ちょっと顔の下半分見切れちゃってるもん。ああ、お美しい。そしてさすがですな。いやマジでな。いや今回あえて姉さんルート行くみたいなのもありだよな。いや多分これルート分岐するよね、こうやって一人一人見せられてるってことはね。え、いや前作マジでギリギリまで迷ったからさ、赤と青で。あ、ポーズおそろ。かわいいね。お姉ちゃんと妹かな。おい、グリスティーヌとシルバン。こんにちは。なんだって、こいつは驚いた。うちの大将の恩人ってのがこんなに素敵な女の子。おい。いやだよな、絶対シルバンサブあると思ったわ、男と女で。いやこれ見たかったのよ俺。機会があればぜひともお礼を兼ねて食事にでも誘うところなんだが、これを見たくてランコにしたみたいなとか。シルバンのことを考えて。全く、シルバン殿下の、ひいてはファーガスの恩人を口説こうとするのはやめなさい、グリスティーヌ。いや、イングリッドちゃん、やっぱこの髪型が一番可愛い。あ、そうだ、せっかくですし名前を聞いても構いません。いやごめんねイングリッドちゃん、むせちゃった、久しぶりにイングリッドちゃん見て。いやマジで可愛いこの髪型の、うん、傭兵のランコよ。ま、頭の隅にでも留めておいて、ランタンだよ、頭の大部分を占めておいて。よろしくね。ふふ、ここで別れるのは残念ですが、いずれまた再会の機会もあるでしょう。いやー、いやー、やっぱなー。しかし惜しいな、時間があればあれこれと親交を深める余裕もあっただろうに。いやーでもやっぱなんか青獅子見るとここがいいなーってなるなー。おいイングリッド睨むなよ、俺は純粋な気持ちで言ってるんだからさ。ほんとかー、おいズン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 とか言いながらぶっ殺してと思ってんじゃねえのかお前。いやーやっぱ安心感が違うな青獅子は。いやマジグリッドちゃんかわいい。そしてお、あー、もじもじドゥドゥ。もじもじしてたな今ドゥドゥが。さてさて、あー、おーい、おい、えいえいえい、何しよんねえ、一人で何しよん。おー、ないない、おー、やめろやめろ、おい、肘でセクハラか、お前やめとけ。お前か。よー、お前が例の傭兵か、確かランコとか言ったな。なんでこんなとこ一人なんですか。あのイノシシがお前は腕が立つと言っていた、出立の前に一度剣の腕を見。いいのか、おい、ぶっ飛ばしまうぞフェリックス、マジで。いや、やめとけ、ランコだけ世界観違うから。承諾する、拒否する、イノシシとは誰か。ああ、まあここは承諾しとこう。はい、好感度上がる。落ち着いたらでよければね、夜明けまではまだ時間ありそうだし。チョロクス。イノシシっていうのはディミトリのことだな。では楽しみにしてるとしよう、お前とならばいい勝負ができそうだ。いやー、やっぱフェリックスとか見ると青獅子がいいなー。こいつマジで面白い男だからな。わあ、よし、え、しょ、お前何してんのおい。荷物をまさぐるな、何してんのお前。あ、君が噂の、僕はアッシュ、一応ガルグマクの士官学校の生徒だよ。いや一応って何、ちゃんと生徒だろアッシュは。士官学校のことは知ってる、出身ごとに3つの学級があるんだけど。いや知ってる知ってる、もうここは最後だよ挨拶回り。聞いたことあると答える、知らないと答える。いやー知ってる知ってる、お、好感度上がった。聞いたことあるわ、確か少し前の雇い主が
そこの出だって自慢していたような。あ、そうなんだ。そっか、名門なんだよな。でも自慢にはなるかもね。各国の大貴族や王族まで集まるわけだし。いや、そんな中アッシュは平民なんだよな。周りは立派な貴族の方々ばかりで、正直ちょっと気遅れしちゃうんだよね。いや、アッシュ大丈夫だって。お前伸びしろの塊だから、うん、君みたいな人が相手だと話しやすくて落ち着くよ。そうか、アッシュはやっぱ最初からこういう気遅れしてたんだな、みんなに。確かに青獅子ってアッシュ以外みんな貴族か。まあドゥドゥもディミトリの従者だしな。ナネットちゃんとベンツネーさん、こんにちは。アネットちゃん、あ、傭兵さん、はじめましてだね。私はアネットで、こっちが親友のレジ締め最高ナンバーワン、こんにちは。メルセデスよ、よろしくね、ベンツネーさん。もう他のみんなとはお話しした？したした。いやー、その説はお世話になりました、ベンツネーさん。したと答える、まだだと答える。いや、もうしたよ。まあ大体の人たちとは話したわ。みんな一癖あって面白いわね。いや、一癖どころか大癖だらけだよみんな。実はね。そうなんだ。実は私たちもまだ全員と話したわけじゃないんだよね。いや、やっぱアネットちゃん可愛いな。そうね、ついこの間入学したばかりだものね。もしかしてあなたの方が詳しいかも。やっぱ青獅子の女の子みんな可愛いわ。もう大好き。キモ発言やめて。いやー、なんかな、やっぱ青獅子だな。おい、ドゥドゥの字、もじもじ、ドゥドゥの字。なんでそのもじもじしてんの今日。なんか感謝する。お、殿下を救ってくれたそうだな。感謝している。この恩は必ず返す。ゴーレム系男子。いや、てかでかくね、ドゥドゥ。こんなでかかった。謙遜する、軽口を叩く。あー、いや、ここは強い女ランコでいこう。軽口を叩いていく。おー、効果なかった。よーし、なら体で払ってもらおうかしら。ドキー。ここを立つ前に手合わせを頼める。おー、いいのか、フェリックス。先にしないで、フェリックス嫉妬しちゃうぞ。ふっ、あー、無論だ。いや、フェリックスも誘ってあげて。拗ねちゃうよあいつ。ほんとなら飯でも振る舞ってやりたいが、時間がないのが。あ、そうね、ドゥドゥめっちゃご飯作るのうまいんだよね。あったな、そういえばそういうの。いや、ドゥドゥの飯食いたい。いや、てかでかい、マジで。こんなでかかったっけ。いや、ランク視点でこれだもん。でかすぎだろ。でかすぎんだろ、なんだけど。おい、そしてどこを見てるんだお前。目線が合わねえ、でかすぎて。おてぃめ、さて改めて礼を言われてほしい、言わせてほしい。世話をかけたな、ランコ。言われてほしくてもいいんだぜ、おてぃめ。そういえば、ああそうだ、先ほど地図を見たんだが、九段の村はもう少し東の方にあるらしいぞ。ああ、ルミール村ね。ああ、おてぃめ調べてくれたの。驚く助言に感謝する。いやー、ここは感謝しておこう。ありがとうな、ディミトリ。ありがとう。はい、好感度上がり。私も地図は見たんだけど、正直なところ方角がよくわからなくて。おでみ、地図とか読めたのかちゃんと。そうか、役に立てたならよかった。今度は迷わず村へたどり着けるといいな。いやー、マジで好青年なんだよな最初は。あ、出た、おでみからの一言コメント。いや、これもぜひ聞きたいね。おお、簡単に紹介してくれよ。じゃあ、興味を持ってもらえたのは嬉しいんだが、おう、改めて聞かれると。いやいや、何を話したものか。いや、話すこといっぱいあるだろう。オディミは謙遜すんなよ。次の機会までに何か話題を。ああ、いや、え、お前はこの後九段の村に向かうのだったか。いや、じゃあ前髪どうなってんの。その前髪について話そうぜ。ディミトリの前髪、それはセット、それとも生え癖、どっち。でも5年後普通になってたから多分セットなんだろうな。どういうセットだよ。ダスカー地方のことは知っているか。ドゥドゥの字。ドゥドゥはそこの生まれでな。そうね、ダスカーの民なんだよな。寡黙だが優しい、俺の自慢の従者だ。お、まあ実際に話してみればすぐにわかるさ。いいよ、どんだね。ちょっとそう、ディミトリからしたら友達だと思ってんだよな、ドゥドゥは。まあでも立場上は従者であると。
そういうことだよな。オフェリ、フェリクスはフラルダリウス校の着手だ。うん、口が悪いが根は善人だよ俺が保証する。いやもう口悪いのも込みで好きだけどな俺は。あいつは昔から腕の立つものが好きだから、うん、きっとお前のことも気に入るはずだ。いやもう気に入られてたよ。ファーストインプレッションで気に入られてたよフェリクスから。よかったなランコ、こいつは面白い男だぞ。ルーベンクラス1の俺も彼女とは入学して初めて知り合った。ベンツネさん物腰の柔らかいしっかりした女性だ。いやーベンツ姉さんマジでブレずに聖女なんだよな。帝国王国と各地を転々としてきたらしい。あそうだ、だからかなアーも落ち着いているのは。確かにそうだ、帝国出身なんだよね確か。今はファーガスにいるけど。あったわそういえばそういうの忘れてた。そうか昔いろいろ大変な目にあったからああいう性格なんだな。王国南部にガスパールという城がある。えし、彼はそこの城主であるロナート卿の養子だ。出たロナート卿。え今作も出てくんのかな。あの実直な性格は信頼に値すると思う。おう俺も友人として親睦を深めたいものだ。じゃめちゃくちゃいいよドムじゃん。いやそうな、友達になりたいんだよなディミトリは。でもアッシュからしたらやっぱディミトリは王子だからね。アッシュ自身も言ってたけど謙遜しちゃうんだよな。アネットちゃん、ルーベンクラッセ1の努力家といえばアネットだな。いや彼女は本当に優秀なんだ。いやアネットちゃん可愛いわマジで。あのひたむきさを俺も見習っていきたい。いやなんだろう、まあ空回らない程度にではあるが。やっぱアネットちゃん知れば知るほど可愛く感じるんだよな。やっぱひたすら明るい子っていいよね。でスキルに勇気の歌って入ってるしこれ絶対どこどこどんだろう。じゃあ今作もどこどこどん期待してんのかこれ。ゴーティエ辺境博の着手であるシルバンは。シルバンね、その見ての通り女癖が悪くてな。見ての通りってなんだよ。いや見ての通りではないだろあ見た目からしてもチャラそうみたいなこと。あんな態度だが頭の回転は誰より早い。いやそうね、幼馴染の俺が言うのだから確かだぞ。そういやめちゃくちゃ優秀なんだよなシルバンは。それを隠すためにあえてああいうチャラい感じに振る舞ってるっていう。いやーやっぱランコとの絡みが楽しみだな。そしてクリスティーヌ、イングリッドはガラテア博の即女なんだが、うん、下手な騎士よりもはるかに腕が立つんだ。そうね、男勝りで委員長タイプね。あの真面目さや勤勉さは子供の頃からで、シルバンなどはよく小言を言われていた。ディミトリー、イングリッド、フェリックス、シルバンが幼馴染なんだよね4人で。まあ前作だとねもうビジュアルだけで一目惚れしちゃいましたけど僕イングリッドちゃんに。あそろそろ夜が明けるかしら。あーもう全員聞いたからか。アロイスに出発を告げる。おーなるほどね。おいいやこの学生時代にオディミの顔まじまじと見たことはなかったな、そういえば。いやもうちょい近くで見るか。おい見ろこの HD 画質にも耐えうる美顔を。でマジで前髪どうなってんのこれ謎すぎるぞその前髪。いやそれセットだとしてどういう注文でセットしてるんだよ伝え方むずすぎるだろいやーやっぱルーベンクラッセかな。こうしてみるとルーベンクラッセ以外考えられないなマジで。すまぬこの通りだ。え、いやどうしたんアロイス殿。貴殿はルミール村に投入しているというジェラルト傭兵団に会いに行くと聞いた。ああ、まあそうね、ランコの目的はそうね。だがそこを曲げてどうか。え、ガルグマク大修道院に来てもらえぬか。え、いや俺はいいけど。え、なんで。そう言われてもランコ的には行きたいんだよなルミール村に。貴殿の多大なる働きに対してこの野営地で用意できる報酬はわずか。ああそういうこと。だが大修道院に戻れば相応の礼ができる。礼をさせてもらわないと我らも困る。なるほど、報酬がないってことね野営地に。実はあまり大きな声では言えんのだが、ほう、こたびの件は結構な不祥事なのだ。あ、いやまあ王族がめっちゃいるしな。士官学校の生徒、
しかも各国の重要人物である酋長が教団の失態により孤立し、いやでもアロイス殿、アロイス殿、盗賊と刃を交える羽目になったなど、公になれば大問題となる。いやでもガルグマク今後そんなんばっかっすよ。ゆえに貴殿に十分な礼を支払った上で決して口外しないという誓約書を。ああなるほどね、口止め料でもあるってことね。それはもう礼というより口止め料ね。いやまあでも傭兵としては別にいいんじゃない。という同僚もいてな、私も立場上このまま貴殿を解き放つことができんのだ。なるほど、それで来いと。ここは一つ諸事情に鑑みてガルグマクに行くことを承知してはくれまいか。まあランコがどうしたいかだな。俺は行きたいけど。お、脅迫だね。出たらあるわ。善人のように見えてなかなかにしたたかな男じゃないか彼。そういえばお前いたな、全然出てこなかったけど。どうする、君の目的からは随分と遠回りになってしまいそうだが。おお、いやランコはどうしたいの。諦めていく、納得していく。あ、どっちにしろ行くのか。あーまあでもここはまあランコ的には諦めていくって感じかな。納得はできないけど諦めるしかないか。まあね、本来の目的は違うけど。とりあえずガルグマクには行くから、なるべく早く終わらせてくれる。そうだな、報酬をもらわないとだしな。おお、すまん、まことにすまんが感謝する。めちゃくちゃ喜んでもらえた。あまりの申し訳なさに胃が痛くなってきそうだ。え、胃がいいかもしれない。わあはははは、我が名はローレンツ・ヘルマン・グロスタール。さっきも思ったけどアロイスさんのそれ。おう、何を思ったの。待つんだ、それは口にしてはいけない。え、何は、どういうこと。触れてはいけないことがあると僕も知っているんだよ。え、何これ、フォローしてるラルバ。どういうフォローの仕方する。ん、それとはどれのことだ。いやだからダジャレでしょ。そのいかめしい鎧、あ、着こなしてるのがすごいと思ったのよ。あー、すごい話題の転換をしたな。なるほど、この鎧か、良き目の付けどころだな。いや確かにその鎧すごい、肩のトゲすごい、マジで。この鎧には語り出すと長くなる深くも重い重い出があってだな。あー我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。聞いたわ。全員来た。ガルグマクに連行されるそうね。そうなんですよ、姉さん。同情するけれど、お、私としてはあなたを勧誘する機会が増えて嬉しくも。いやもう姉さんなんか直球で勧誘してくれてんだよな。おいおい、連行って言い方はないだろう。ま、道中気楽にやろうぜ。おー、いやーやっぱなんだかんだガルグマク行くんだな。野営地に誘ったのが俺たちである以上、こんなことを聞くのもはばかられるが。おお、どうした、オデミ。本当にいいのか。あ、大事な目的があったのだろう。いやーでもね、ガルグマク的まずいらしい。騎士団の要請を断りがたいのも理解できるが、選ぶ権利がないわけではないんだぞ。おや、すごい親身乗ってくれるじゃん。もう決めたと答える、無理だと答える。まあランコ、一度決めたことは、うん、これも腕を上げるための機会って考える。そうね、曲げない女。そうか、潔いなお前は。お前は顔が良いな。俺からはもう何も言うまい。うん、ありがとうディミトリ。さてと、おしゃべりは終わりにしてくれ。おう、大修道院へ向け出発するぞ。ってことはこれ先生が足りないんじゃないか、ガルグマクに。元はといえば俺が強く誘ったせいだな、クロード。お前の邪魔をしちまうことになるとは。いや、そんないいんだって、めっちゃ謝ってくるじゃん、なんかみんな。悪かった、この借りは何かの形で返させてもらうぜ。本当に。いや、そんな気使わなくていいのに。期待する、期待しない。あー、どっちだ。いや、クロード的には期待しないの方が好感度上がったりしない、これ。期待しないで貸しておくわ。お、いい感じの言い方、いいんじゃないこれは。ダメか、期待してくれないのか。あれ、こう見えて俺にはギリがたいところが。あれ、なんかこれ、あれ、微妙微妙な反応。おーい、何をしている、置いていくぞ。あれ、素直にしてた方が良かったのか今のは。あ、ちょっと公助間違えたか。
名手の着手。とんでもない相手と出会ったものだね。そうだな、ヤクロードのことやっぱよくわかんねえな俺。みんな実に興味深い若者たちだ。君は彼らをどう見る？お、このくだりなんか前もあったな。あー出た。え、これってさ結局全員分選ぶんじゃなかったっけ。なんかそんなんだった気がするんだけど。まあじゃあとりあえずディミトリについて。こっちをたびたび気遣ってくれるし急に出てきた。民思いの優しい王になるんじゃない。そうな、民思いの、まあそうだな。あ、それだけか。あーやっぱこれみんな分見れるやつだな。ずいぶん私のことを評価してくれるわよね姉さん。気高そうな割に傭兵風情と見下さないし。まあ確かに姉さんは誰にも平等な感じはあるな。そしてクロード、いい意味で貴族っぽくないわね。うん、気さくだし仕事をするにも楽そう。そうだな、気さくさはすごいなクロードも。これはまた楽観的な見方だね。楽観的、相変わらず君は楽しいな。いやマジでこの意味深真っ白マン何なの。さてそろそろ行こうか、皆が待ちくたびれているようだよ。もう行くか。いやなんか分け知り風だけどさ。あ、ここで一区切り。いややっぱガルグマク行くんだなこれ、楽しみだな。